今日も全力ぶっちぎり、マキピロくんとリオでございます。何？何その賢いアピール。賢そうに見える？言うこと全部アホやけどな。はい、ということで、はい、情報で応募守れ、2021年2月の出来事を復習しよう。はい、ということで、まあいろいろあったわけやん、1月。ああ、この前ね。おお、うん、ほんでよ、まあ、結局のところは、はい、まあ、情報を持ってる持ってないで結構差が出るっていうところはあるかなと思うのね。ああ、過去の情報ね、うん、そうそうそう、うんうん、だから、去年何があったのか、どんなガチャがあったのかとかね、はい、イベントの情報とか持ってるだけでちょっとそれに対する対応できるかできないかとかね、うん、要はさ、何にも知らなくてポーンって出た時にはさ、あばばば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 オーブンなくなってあばばばあばばばってなるわけじゃん。それをね、ちょっとまあ持ってる情報を皆さんに提供することで、はい、まあみんながね、そういった状態にならないんじゃないかなということで、うん、ちょっとね、いろいろまとめてきたことを皆さんお伝えしたいと思います。全力はい、ちゅうことで、はい、2021年モンストニュースの振り返りです。おで、2月の4日のモンストニュース、はい、こちらは立川家長久局が登場っていうかね、ワールドトリガーのコラボ、もう2月の頭からスタートしてます。そっかそっか、はい。で、パンタージー軍、うん、おいってこれ、おい長久局言えてねおい長、ね、おい長久局ってこと、ね、お、眼鏡外した方がええんちゃうかもういい、はい何が言いたかったよ、結局わからんまんまやな。おい超究極ってことで立川さん来たってことでしょって言いたかったの。そういうことよ、やっと言えたな、はい、で、あとはファンタジーが受信か、アテナが、受信か、はい、新浦島太郎が降臨、はい、そう、だから、超究極やな。これそろそろ来る可能性はあるよね、うん、で、覇者の塔の一部クリア報酬が変更されました、うん、で、まあ皆さん気になってること、はい、コラボはってとこだと思います、うん。で、モンスト公式チャンネルの開設周年イベント、はい、近年の、コラボの発表がこちらでされております、うん、2021年1月の24日日曜日、はい、モンパ6というのがありました、はい、で、こちらで、コラボの発表、うん、で、2020年、2月の9日の日曜日、モンスターストライクでパーティー、うん、現在ですね、モンスト公式チャンネルの開設周年イベントの発表がされていない状況、うん、可能性です。じゃあ、はい、次回のモンストニュース、2月3日の木曜日、うん、になっております、はい、こちらで周年イベントの発表があると、うん、おそらく、2月の6日、うん、日曜日に、周年イベントがあって、うん、コラボの発表、はいはいはい、といった形になる可能性が高いと、うん、で、もう一つ、2月の3日のモンストニュース、うん、こちらの1週間後の2月の10日木曜日のモンストニュースで、はい、周年イベントの発表がありの、はい、2月の13日の日曜日周年イベントがあって、そちらでコラボの発表とね、なる可能性があるかなと思っております。うん、うん、だから現状態ではちょっと周年イベントの情報が出てないから、うん、なんとも言えんけど、うん、逆に言ったら周年イベントが、行われてない、情報が出ていないということで、コラボの可能性はちょっと濃厚なんじゃないかなとも思います、うん、じゃあ2月の10日のモンストニュース、はい、ウルツが受信か、オリエンタルトラベラーズに2体の限定追加、うん、で、これが、生死と神王でした、うん、で、劇中心祭5体が対象外になりました。この時、小町、渡辺、ツタンカーメン、アベル、カエサル、こちらがね、ペイッと卒業、はい、あとはバレンタインガチャが復刻してます。あーはーはー、こちらがノンの光、タンポポ、信長 X。 あ、新しいやつはいなかったんだっけ。そうやな、だからまあ復刻されてもこれは怖くはないかなと。そうね、ただひょっとしたら新キャラクターが実装される可能性もあるから、うん、ちょっとこれも注意かなと思います。ありますね、解明獣界超絶が降臨、はい、あとは、黄昏の先行廃棄団が開催、うん、こちらは十文字、テコバールタ、モノノグ姫、寿司三昧、あ、そうか、この時か。そう、この時です。ここも結構いいガチャだったよなって思う。十文字とテコバはね、ちょっと活躍してるっていうイメージがあるかな、ね、モノノグすし、すし、あれはネタとして活躍してるような寿司三昧って誰もがなんかやるよね、うん、あとは、モンソリの情報がありました。これが2月の20日土曜日にライブ配信ということで、はい、で、今喋った中でちょっとピックアップしたいのが、はい、台湾版のモンストオリエンタルトラベラーズに
限定キャラの重心化と、新限定キャラが追加されました、うん、だから去年も、実際これがね、生死と神王が実装されておるので日本の方にも、はい、だから逆輸入で、うん、今情報で出ている牛宝と宝城天、うん、宝星天って書くんだけど宝城天って読むらしいですねみたいね、うん、よくわかんないけど、まあ、日本に入ってきて変わるかもしれんけどね。そう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 、うん、で、まあ、これに関してはね、日本に実装されたらこうなりますよという動画あるので、うん、まあ、気になる方はそちら見てください、はい、まあ、この可能性はね非常に高いんじゃないかなと、うん、で生死に至っても牛宝と一緒で、はい、元々いたキャラクターが中心化されてそれが日本に実装されたと、うん、だから、まあ、今回と同じ流れなんだよね。神王はそのまま新限定キャラクターとして追加されて日本にも追加された、うんうんうん、だからこの2体が日本に追加される可能性っていうのは非常に高いんじゃないかなと思っております。そうね、次行きましょう、はい、2月の18日のモンストニュース、うん、これもののけ少女が実装、おーで、スターライトミラージュに2月の20日の土曜日にぶち込まれたと。はあ、この時ですか。そう、これ属性追加あるんかな。なんかあるのかね。可能性としてはあるよね。うーん、怖どうなんかな分からんね、まあ、去年と同じ流れだったら今年もスターライトミラージュに新限定キャラクターが追加されると。あ、うん、だから前回の乙骨雄太がスターライトミラージュにぶち込まれたのかもしれない。はあ、で次、イシュタルが中心化、うん、あと爆絶テイネモシリが初コリ、うん、あとメダル引き換えにブルーンが登場ということで、次はモンストニーの時にちょっと発表があったっていうか、はい、あったのが、2月の20日の土曜日ですね。モンストニー誕生日の前日ですよ。あーはーすっごいアピールやな、アピったな2月に私の誕生日あるよっていう、ちょっと言っとかないかんかなと思って、おー、はい、もう2月なんでがめつい。この時に背徳ピストルズが中心化をしました。あーそっかそっか、うん、大きな発表はねそれぐらいかなと思います。はい、で次の妄想ニュース、はい、2月の25日イソップが中心化、ルービックワールドコラボが開催の発表、うん、あーもう1年経つのか。そう、これが3月2日から3月14日まで開催しておりました。おー、あとパンテオの映画が開催、こちらがフォルテナ・メルクリウス・ユノ、うん、メルクリウスはやばかったよな。ディビジョンでぶっ壊したね。ぶっ壊した、めっちゃ難易度下げたこいつだからひょっとしたらワンチャン、今あでもどうかな、ネオがおるからちょっと難しいかもしれんけど、うん、ひょっとしたらまたね豪絶キャラクターの適性になるようなガチャがぶち込まれる可能性もあるかなと思われます。はいはい、まあ以上がですね、はい、2021年2月のモンストニュースのまとめでございます、うん、はい、だからまあ大体こういったことがね起こるよっていうことはある程度予測がつくわけですよ、うん、だったらまあオーブをねちょっとある程度温存しとこうとか、うん、うん、まあそういったね発想にもなってくると思うので、うん、まあ、何にも情報を持ってない状態でバッねじゃんじゃん引いてるとさ、うん、あわわになるからね。そうそうそう、あわわわになっちゃいますからうん、だからまあ気をつけましょうということですね。はい、はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。まあ、今後もですね、まあ、ちょっとでも皆さんにちょっと自分の持っている情報を、うんうん、提供していこうかなと思ってますので、よければね高評価、チャンネル登録、あとベルの通知もよろしくお願いします。お願いします。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい目見れよ。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、ちゅうことはですよ、はい、2月も結構ガチャやばいの来るね。こうやってさ、ね、はあ、見てみると、はあ、ある程度オーブ全部使っちゃうよりある程度残しておかないと。残ればいいけどねそれは出るまで引くからやろ。うちらやらないかんでしょ。うちらはな、コラボとかさ、うん、コラボとかコラボとかうちらはな。じゃあ視聴者のみんなはってことやね。視聴者のみんなはこれぐらい引いて出たらラッキーぐらいで。そうやね、うん、うん、引くならベストよね。オーブとお金は大切に。はいただうちらはねガチンコでいきますんで、まあガチャ来ても楽しみにしててください。まあ俺らのガチャ見てさ笑ってくれりゃいいよそれで、ね、うん、ああ自分たちしかなくてもどうせ全部違うわけわかんないガチャ引くから楽しみだなって。もうそれでいいからね、うん、まあみんなは楽しんでください。はい。